皆さんこんにちは、ママミキです。今日はピーナッツ燻製のお味見をしたいと思います。ピーナッツ燻製の話になったのは、勤め先にこの子を連れてったら、あ、見づらいか、お洋服がピーナッツなので、先輩が食べたピーナッツ燻製の思い出話を聞いて食べたくなりました。ピーナッツ燻製っていうの初めて知ったので、ちょっと探して購入してみました。あ、NPO 法人運営してるのに何お勤めしてるのかって感じですよね。うちはですね、補助金や助成金の申請してないんですよ。なので、私の、収入から、NPO 法人に運営費当てて、で、一部、個人の方から使ってください、応援してますって形で寄付もあるんですけど、うちからは率先して寄付くださいとか、助成金くださいっていうことをしてないので、というか申請がめんどくさいのがあって、このお金を何に使うのかとか、使った証明を送んなきゃいけないとか、あと審査に時間かかるとか、なんかね、1年目の時はちょっとやってみたんですけど、なんか労力がすごいかかって、自分で働いてきたお金当てた方がいいやって思って、お勤めに出て運営費に当てております。なんか余計な話しちゃったかな。では、このピーナッツ燻製を開封してみます。そのピーナッツ燻製を教えてくれた先輩は、こっちのプートンのマホちゃんが好きで、いつもこっちの子が行くんですけどね、燻製の日はたまたま双子二人で行ったって感じ。さあ、開封だ。ね、世の中もうね、知らないものだらけだから、教えてくれる人は本当にありがたいと思うし、教えてくれる人っていいことも悪いことも何でも本当に教えてくれるのは自分のためだって思うから、何でもありがたいなって思います。開けました。お皿に入れます。香りがすごい、なんかチーズっぽい香りがします。燻製だからあ、すごい香りがすごいすごいすごいですあ、別に臭いわけじゃないんですけどすごいこう香りが食べます。これ、さっきからチーズチーズ言ってるけど、チーズ好きな人だったら、ハマりそう。美味しいですよ。うん。こんな感じなんですけど、まあ、このお店のピーナッツがこういうなだけなんですけど、他店はわかんないですが、ピーナッツが大きいですね。あ、すごい。おつまみ研究所っていうところから購入したんですけど、おつまみですね。
私はお酒飲めないから、皆さんご存知の通り。これ新しい発見、美味しいです。なんか芳醇な香りで、口の中もふわーって、燻製しましたって特徴的な香りがします。ごめんなさい、分かりづらいですね。でも普通のピーナッツとは全然違います。一緒なのは食感だけです。この子連れてってよかった。だってこの子連れてかなかったら教えてもらえなかったもん。本当よかった。食べさせよう。美味しいですかね。喜んでる。うん、あ、しょっぱい。うん、とね、ピーナッツ燻製で教えてもらったんですけど、これそれでなかなか出てこなくて、商品名がこんなスモークピーナッツで売ってたので、スモークピーナッツとかうん、でスモーク落花生で検索していただいた方がいいかもしれません。先輩は八街で、千葉の八街で購入したって言ってたんですけど、うん、私は検索でちょっと八街でなかったので違うお店になっちゃったんですけど、美味しいです。ぜひ食べてみてください。あ、これはいい発見でした。先輩ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。失礼します。